ケチャップとは、野菜、果実、キノコ、または、魚介類などを原料にした調味料。バナナを使ったバナナケチャップもある。また、インドネシアでは、さらに、醤油や大豆と小麦粉砂糖などで作る甘い調味料ケチャップマニスなども含め、幅広い調味料を指す。日本では、ケチャップといえば、トマトケチャップのことを指す。基本的なトマトケチャップの、それに、砂糖、 塩、酢、オールスパイス、クローブ、シナモンなどを加える。玉ねぎ、セロリ、その他の野菜がしばしば加えられる。トマトケチャップは、ホットドッグ、ソーセージ、オムレツ、ハンバーガー、フライドポテトなどの洋食にかけて使用される。日本やアメリカなどでは、酢豚やエビチリなど、中華料理に用いられることも多い。米国のトマトケチャップ消費量は4000万リットルで、 世界の他の国と比べ抜きんでて多い。一説によれば、世界のケチャップ生産量の半分は、アメリカの若年層により消費されている換算になる。使用目的は、イクノナの代わりとしてがほとんどだが、これを使って調合したバーベキュー用のソースは、醤油を使ったテリヤキソースや韓国風ソースを引き離して今なお絶大な人気があり、アメリカを代表する味との声もある。 イギリスやオーストラリアなどアメリカ以外の多くの国では酢が入っていないトマトケチャップをトマトソース、レッドグレービー、レッドソースなどの名前で販売している。日本でも好まれる調味料の一つであり、洋食には欠かせない。洋食にはトマトケチャップを加熱調理用に使う調理法が確立されており、チキンライス、オムライス、ナポリタンなどトマトケチャップを使った 日本独自のメニューがある。また、カレーライスのルーや味噌汁などに少量加えて味に深みを出すことも行われており、マヨネーズと容器はアメリカなどではビニールや逆さまにしておくことのできる硬質ビニール容器入りが多いが、日本においてはソフトチューブ入りのものが多い。日本においても1988年にカゴメがニューケチャップの商品名でアメリカの製品同様に 高質ビニール製のものを発売したが短期間で発売終了となった。消費者にチューブ入りのものが浸透していたこと、日本人のトマトケチャップの消費量はアメリカ人に比べて少ないことなどが普及に至らなかった理由とされる。このほか弁当用など個包装のパック入り商品もある。ファーストフード店や露天商向けにケチャップを赤色。 マスタードを黄色という一体の組み合わせにして容器がセット販売されている場合もあり、マスタードとの組み合わせで容器を追って開封するディスペンパックの携帯でも販売されている。流体としての特性としては、非ニュートン性を持つ非ニュートン流体であり、急激な圧力を加えたり、かき混ぜると粘性が下がる。ケチャップという言葉がトマトケチャップを指すのは日本だけで、 ヨーロッパやフィリピン等のアジアでは、魚介類や、キノコ、野菜などを材料とする調味料を指した。1690年に出版された北アメリカの飲食用語辞書 A New, Dictionary of the Terms Ancient and Modern of the Canting Crew に、ケチャップ。1699年に出版された、イギリスの飲食用語辞書 BE,S Dictionary of the Canting Crew of 1699に、 キャチャップという言葉が収録され、説明として、東インドー口のソースと記されていた。東インドー口つまり現在の中華人民、共和国南部から東南アジアの魚介類の塩漬けを発酵させた液体調味料の呼び名が語源と考えられている。中国に数百年前からあるケツヤップと呼ばれる調味料が由来だという説が有力である。これは現在のナンプラーや、 魚醤のように、魚に塩を加えて発酵させて作ったものだった。中国南部の福建語では、魚から作ったソースのことを、ケチップと呼び、人々は調味料のような形で料理に使用していた。これは、現在の中国南部の泉州周辺や台湾南部の鹿港周辺で酒汁、小アケイチア等と呼ばれているのとも符合する。南語や台湾語では、 小魚やエビの塩辛から,から分離した液体をケキップ、コキップと呼び、これがマレー半島に伝わってキチャップ、ケコップと呼ばれるようになった。なお、バンカビ塩やナス汁は後にアメリカで大量生産されたトマトケチャップに対する異約語である。マレーの植民地でケチャップを口にしたイギリス人によりヨーロッパに伝わるとキノコ、トマト、クルミなどを原料としてキャチャップ。 カツープと呼ばれた。その後アメリカでトマトケチャップが普及し、現代のアメリカ英語ではケチャップと表記するのが最も一般的となっている。マリエ語のキーキャップとインドネシア語のケコップは現在、魚醤以外に大豆の発酵調味料である醤油の意味まで広がっており、むしろ今日では醤油を指す場合の方が多い。インドネシアでは 大豆と小麦を発酵させた甘いソースを作っており、ケチャップマニスと呼ばれている。そして17世紀頃、東西貿易が盛んになり、アジアからヨーロッパに伝わったと考えられている。18世紀にイギリス人がケコップと呼ぶ調味料に出会うと、醤油と同様にローストや揚げ物といったイギリス料理に使われるようになった。その後ヨーロッパに伝わったケチャップはその後大きく、 姿を変え、柿やロブスターなどの魚介類のほか、キノコやフルーツなど様々な材料で作ったケチャップが登場した。コンリートハウスワイフというレシピ本にはワインやスパイスを使ったアンチョビベースのケチャップのレシピが記されている。イギリスのキノコから作ったケチャップこれが伝わったイギリスでは、キノコの保存調味料が考案され、現在でもパイやシチューに使用されている。 その他の初期のケチャップは柿、アンチョビ、ロブスターといった魚介類やクルミ、インゲン豆、キュウリ、ブルーベリー、クランベリー、レモンそしてブドウなど植物素材を材料とするソースが考案され様々なスパイスが加えられるなどして変化しながらバリエーションを増やしていった。やがてイギリスのケチャップがアメリカにも伝わった。 当時ようやくトマトが食用とされ始めるようになっていたがアメリカで生産されるトマトは酸味が強すぎるなど品質が優れず評判が悪かった。そこでこの売れ残ったトマトを使ったケチャップが考案された。18から19世紀にアメリカに渡ったヨーロッパ人によって考案されたとされる。当初は家庭で手作りされていた。 最古のレシピは1795年のレシート、ブックオブ、サリーベイリアダンロップとされるが、切ったトマトに塩を振り、2.3日置いてから染み出した果汁を香辛料と煮詰めたもので、酢も砂糖も加えていない。その後、19世紀初頭になって、トマトを砂糖で甘くし、酢で酸味を加え、クローブナツメグジンジャーといったスパイスで味付けした、いわゆる現代のケチャップが誕生した。 このトマトベースのケチャップの考案者は、フィラデルフィアの医師であり、科学者でもあったジェームス・ミーズだったとされ、そのレシピが1812年のアーカイブス・オブ・ユースフル・ナレッジ、ボリューム2という本に記されている。今日、世界最大手のケチャップメーカーであるハインツはもともと、母親のレシピを元にした、ホース・ラデッシュのソースを販売すべく設立された会社であった。 ところが事業がうまくいかずに破産し、新しい会社を設立する際に別の目玉商品が必要ということで1876年に品質の良い完熟トマトのみで作った瓶詰めトマトケチャップを発売した。これが広く普及した結果、ケチャップの代表になったと言われている。ちなみに現在ではルーツとされる中国でもトマトケチャップを使うようになった。 カナダのケベックではリンゴ、桃、パイナップルを原料としたフルーツケチャップをミートパイにかけて食べている。日本のトマトケチャップは明治期にアメリカから伝わったものが最初とされる。当時すでにトマトケチャップが主流になっていたアメリカから伝わったため、日本では当初からケチャップといえばトマトケチャップだった。国産製品は1896年に横浜で 清水義介が創業した清水屋が1903年に製造販売を開始したという記録が横浜開港資料館所蔵の資料に残っており、これが最初の国産ケチャップであると考えられる。この清水屋ケチャップは1913年に南区で開かれた官業共振会で同賞を受賞し、区内庁御用市にもなったという。1九百八年には明治屋が、 トマトケチャップとマッシュルームケチャップの輸入販売を開始する。同年にはまたカニエイチ太郎がトマトケチャップの製造販売を開始している。当初カゴメは1905年からニコソースの名で発売されていた後年のブルドックソースを目指してウスターソースを製造する目的の中間性生物として販売したが当時の日本ではまだほとんど未知の食材であり。 色も輸入品より悪かったため、当初の売り上げは芳しくなく、ウスターソース製造を縮小して、トマトケチャップに注力した。その後、トマトケチャップを用いる料理の普及拡大、殺菌方法を返し上がりを改善したこと、積極的な宣伝などが走行して、急速に売り上げを伸ばした。容器の変遷も消費拡大に大きな役割を果たした。発売当初は、 ビール瓶に詰められていたため取り出しにくかったが、1957年にカゴメが広口瓶を採用し、スプーンで必要なだけ取り出せるようになったことで4年後には、売り上げが2倍近くに増えたという。さらにその後、ポリエチレンをブロー成形したチューブ入りのものが発売され、使い勝手の良さから日本における主流となった。トマトを主原料とするほとんどのケチャップは赤いが、原料を変えれば、 ケチャップの色も変わる。福井市に本社を置く企業、ヒビゼは、金色のケチャップを製品化した。マンゴーや黄色いパプリカ、レモンを材料としている。フィリピンでは、トマトケチャップよりもバナナから作られる、バナナケチャップが主流である。またバナナケチャップの色は赤であるが、これは着色料によるものである。1981年、レーガン政権下のアメリカ合衆国議会は、 農務省に対して連邦公立学校の昼食基準について学校経費削減プランの提案を求めた。それに応じた農務省の提案の一つはケチャップを野菜として分類するというものであった。この提案は広く調笑の対象となり結果却下された。2016年アメリカが衆国大統領選挙を経て大統領になったドナルド・トランプは ウェルダーに焼いたビーフステーキにトマトケチャップをかける食事風景が話題になり、宣伝された味覚とはかけ離れている、または素材を台無しにするといった批判を受けることも多いが、依然として外遊先の食事にトマトケチャップを用意させるなど、外交儀礼よりも自身の好みを優先させる方向性は改まることがない。2021年、アメリカでは、 新型コロナウイルス感染症の拡大により、外食産業のデリバリーやテイクアウトの利用が増大した結果、トマトケチャップの小分けパックが品不足になる事態が発生した。世界最大手のケチャップメーカーは、大消費地のアメリカにあるクラフトハインズで、世界シェアの約3割を占める。ユニリーバ、日本のカゴメとキッコーマン、ノルウェーのオルクラが続く。ありがとうございます。